さあソーザのコーナーキック、これは右足ゴールに近づいていくボールということになります。オスマル190センチもいます。ニアだ、入った、先制はセレッソ、丸橋です。自身の J1 通算200試合出場を祝うセレッソ先制点は丸橋。そうですね、前節もニアで取ってますけど入る選手が違いますね。このマークをどうでしたかね、丸橋のマークを来ないはずの選手かもしれないんですよね。そういうところの入りとソーザのボールが良かったですね。長崎が切り替えて、まだ時間早いですから。丸橋は自身5試合ぶりの得点ということになるんですが、